こんにちは、ひよりです。今回はこちらですね。ババーン。以前ね、オフハウスで購入したアニアのプレイセット、ドキドキサファリパークで遊んでいきたいと思います。まあ前もね、遊んだりしたんだけど、また遊ぼうかなと思って、はい、な感じで、まあプレイセットなんで、まあ新品で購入した場合はこんな感じに全部入ってて、プラス、図鑑カードとキリンも入ってるってことでね。確か入ってたんだよ、これ。で、オフハウスで買った値段がこちらですね。1000円で、図鑑カード欠品、その他は全て揃ってるって状態で1000円でした。で、この頃は確かね、クーポンは結構ね、発行されたんで、まあ、ね、500円引きとかでなんかなった気がするんだけど、あともう一つあって、もう一つもね、一緒に買ったんですよ。確かここにあるんだけど、これかな？この下の、ワクワク動物園か、こっちもね、買ったんですよ。それもあるんで今度遊びたいと思います。これ取っ手がついてるんでね、持ち運びもできますね。さあ、じゃあ開けていきましょい。これ定価いくらぐらいなんだろうね。どうなんだろう、定価は分かんないけど、ちょっとAmazon見れば書いてあるんだろうけどね。はい、こんな感じで、キリンは多分ね、どうだっけ、抜いてないと思うんだよな僕。またね、入れ直したと思います。中にいろいろ袋とかも入ってるんだけど、まあ袋はね、僕はあんまりこだわんないタイプなんで、結構大きいね。はい、厚みがあります。分厚い、もうすげえなんかでかい図鑑みたい。これを開くと、まあいろいろあるよって感じで。あ、これ入ってたわ。段ボールもちゃんと入れたんだね。捨てちゃえばよかったのに、段ボール。まあいっか。さあ、入ってました。あ、キリンいますね。キリン、ジュラフですね。ワンギミックとしてこの辺の首が動くっていうのがあるんだろうね。そう、あのアニアはね、普通の動物フィギュアとの一線を隠すためにね、ワンギミックっていうのがありますからね。じゃあとりあえずこのパッケージの絵通りにまずはね、並べてってみようかな。まずこれがここだね。檻を閉めて、ここにキリンを入れるんだ。一応檻が開いちゃうな。あとここね、ちょっと押さえないとちょっとね、折り目がついちゃってるかも。で、このはしご、はしごはここだね。まず1個は、ん？どうやるの？こう、あ、こうでいいんか。普通に置くだけでいいんだね。で、ここに木はここでいいんだって。で、橋ね。この橋が結構遊べて、ミニカーとか、まあアニアってトミカと組み合わせて遊ぶことをね、割と前提として考えてあるので、こんな感じで、ここに川があるんで、川を渡る橋ということでいいかな。で、これはね、一応チンパンジーが絵では載ってるんだけど、まあ、ここから、まあ、ここ以外にもね、いろいろつける場所あるんで、どこにつけてもいいんだろうけどね。そして、ドキドキサファリパークの入り口、ここだね。ここに置くと。まあ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 、まずはこんな感じかな。ちょっと近くで見ていこうか。こうなってますね。水辺の動物ゾーン、フラミンゴとか、こっちは鳥とか、肉食動物ゾーンがあって、こう、川がありますね。で、橋を渡しました。本当はここから入るんか。そうそう。トミカとかがちょうど入るサイズなんでね。で、橋があって、キリンがいて、草食動物ゾーン。まあ、キリンがいてね。草食なんでね。野菜がありますね。で、こっちにもこうやって木がありますって感じだね。お、いいじゃん、いいじゃん。まあ、ちょっとね、折り目があれなんで、重めのおもちゃを乗せればいいと思います。じゃ、まずね、ここにね、重めのおもちゃを乗せるということで、今ちょっと持ってきた、こちらね、ウルトラマンマックスに出てくるダッシュマザーを置きます。不時着、プルーン、プシュ、完璧。これで、まあ、とりあえず、重し代わりにしました。一応ね、開けて中から、ダッシュバード2号も出てくるんだけどね、一応ね。こう、こっちは押せいいか。あれ、なんだっけ。発射。ちょっと発射の仕方がわかんない。一応中から、はい、ちゃんとね、ダッシュバード。2号でいいんだっけ。1号はちょっとどっか行っちゃったわけじゃないけど、別のとこに置いてあります。で、こう、ちょっと、重し代わりに。サファリパークの入り口が、はい。でキリンの遊び方としては、まあ開けてこうお散歩もできるよみたいなね。こっちか、お散歩もできるよって感じですかね。はい。まあ一応今回はね、
檻の中に、あ、ちょっと足が、おしょ、檻の中に行ってもらいましょう。こっち側もちょっと押さえたいね、なんかでね、ちょっとちっちゃくて重いおもちゃないかな。今日持ってきたおもちゃはね、割と塩ビ人形が多いんでね、やっぱモスラの幼虫とかになるのかな。モスラの幼虫置いときましょう。はい、よし。そしてね、今回はね、塩ビ人形を持ってきたんで、はい、ウルトラマンエース10話動物園に来たのか、エース。あ、その前に木を生やしておこう。ここに大きい木あるんだけど、一応ね、木をね、見えるところに配置しておきましょう。ここと手前にも一個配置しとこうかな。いや、あんま見えないからこっちでいいか。倒れるな、ちょっとあんま倒れちゃうんで大変ですね。木を配置、うん、こことかなんか乗せたくない？ライオン超危ないっていうね、草食動物ゾーンにライオンがいます。そして橋の上にも、あ、橋の上じゃない、これ肉食動物ゾーンにホワイトライオンを置いときましょう。これ一応動物園なんでね、ゴリラね。ちょっとね、前の動画とね、かぶってるね、おもちゃが結構多いんだけど、今回はね、動物絡みでね、一応カメもいますからね。はい、ミュータントとかね、ミュータントガメがいますからね。あ、ここら辺に、あ、違うか、水辺の動物だからこっちか。ここに置いとこう、ミュータントガーメン。さあ、そして、あ、これも動物だ、プーさんね。プーさんも動物の仲間ですよね。これハチミツ食べたいなーっつってね、やっててください。一応ね、トラックとかも走らせておきましょう。こういうね、道路をね、トラックの荷台が寂しいので、トラックの荷台にはね、じゃあ、はい、ミミッキュね。まあ、ミミッキュは動物っていうかポケモンだからね、全然動物感があんまないけど、一応同じような車を2台ね、走らせておきます。後ろの車には何乗せるかな。あ、いましたね、ハムスター。この子はこっちに行きましょう。この子も動物だからね。そう、このハムスター、ただのハムスターじゃなくて、お口の中にね、でっかいお魚加えちゃってるんですよ。かわいいっすね。そしてまあ、探検するけど、トミカね、トミカね、ドラえもんね、ドラえもん走らせましょう。はい、ここから行くと、あっちの障子破る可能性があるから、ここね、ちゃんとね、入り口から入場します。入り口から入場。はい。いいね。そして、エビ人形がまだあるんでね。エフィラス星人とかね、ここら辺にこういて。そして、あ、これなんだっけ、なんだっけ、ジャンゴだっけ、なんだっけ。そして、あ、これね、タチノコプロのキャラクターのヤッターマン2号だっけな。そうだね、この辺で。なんかさ、こう見るとさ、動物園の飼育員みたいだよね。まあ、動物園のサファリパークか、ここはね。動物園はもう一個の方か。もう一個の方には確かね、ペンギンがついてましたね。そして肉食動物ゾーンにね、ハンバーガーカーがね、肉を運びに行くという感じで。で、一応ね、ヘドラ、僕が作ったヘドラなんですけど、ヘドラなんかも置いちゃったりしてね。はい、かわいいでしょ、これ。ちょっとね、気持ち悪いけどね。まあ、元がそういうやつだからね、ヘドラ置いたりとかしてね。あ、ネズミね、ネズミつながりでピカチュウですね。ピカチュウはここにいてもらおう。ピカチュウ、あ、誰かこのはしご登れる子いないかな。あ、こいつ台座ないけど、こいつ、一個わかんないけど、なんだっけ、ドラゴンボールのキャラクター。こいつ、ここで、頑張れば、頑張って。頑張れって。セブン。セブンはエースと来たってことじゃん、兄弟でね。兄貴っつって、弟のエースがね、セブンを連れてきましたね。そして、こちらへどうぞのね、父ですね。じゃあこれにてもらって、あ、これはラドンかな。ラドンだね、ポピーのラドン。ラドンは空飛んでる感じ。これにてもらおう。おー、そしてまだね、いて、これドラえもんね。ドラドラ、あ、ドラえもん二人乗りにしよう。ほら、ドラえもん二人乗りになります。
今度乗せてドラえもん、ドラえもんとドラえもんで過去のドラえもんと今のドラえもんっていうね、設定ですね。あ、落ちるな、この入り口で。ドラえもんこっち向いちゃったけど、いいか。サファリパーク、わ、超なんかいい感じになってきたわ。ほら、超いい感じでしょ。超サファリパークっぽくない？だからこう入って、ドラえもんがもう入ってますけどね。おぉ、ダッシュマザーがなぜか止まってるっていうね。まあね、こんだけ怪獣とかね、なんかいろいろいたらね、そりゃ来るだろうって話だけどね。あ、ここ誰もいないな。ドラ。ゴリラ。ドキドキサファリパーク。いいね。じゃあね、こっち側はちょっとあんま埋まってないんで、あ、これちょっと使っちゃおうかな。これね。もう、何、ミニジオラマみたいになってんだよね、中がね。これ、倒しといていいのか。はい、キテルグマ。はい。これちょっと置きます。あはは、カメラ外になっちゃった。こんな感じで置きます。はい。あ、そしてこれね。これも僕が作ったんですけど、顔がね、ドクロになってるタコのスカルタコスですね。あの、アマプロさんのソフビのを僕が、あの、石子粘土で作ったんですけど、スカルタコス。はい。スカルタコス。プルルルルル。あ、タコだから海辺でいいや。ゴリラに食べられそうですけどね。おー、タコだーっつって。今夜はタコパだーっつってね。で、アストラでしょ。アストラここにいて、スカルタコスを守ってもらおう。ジャック。今回ね、マンダラケで買った、塩ビ人形詰め合わせのね、開けた中のね、まだ動画にしてない部分もあるんで、動画にした部分のやつの中からちょうど一つかみ持ってきただけなんでね、超ランダムですね。ミクラス、ミクラスって、ね、名前書いてあるよね。ミクラス、これポピーだからね。ミクラス、特に意味なしのここに置いておこう。もうちょっと車欲しいな。このね、やっぱプリウスいいよね。あのダイソープチタウンのやつなんだけど、プチタウンなかなかいいんだよな。よくさ、SNS とかでさ、こういうやつありますよね。こういう写真出すやついますよね。そうしておこうか。ブラックジョークね、ブラックジョーク。もうちょっと見切れるかギリのところで。よくプリウスって突っ込む人多いんでしょ。だかららしいですね。あれ、これ光るんだよね。あ、もう光んない。あ、光った。消防車。もう突っ込んでるから、消防車、こっち出動しましょう。いいね。ライト作っていいね。いい、おもちゃだ。これガチャポンなんだよ。これ、一応、あれ一応、なんだっけ。トミカの、なんだっけ。プチトミカだっけ。なんだっけ。何トミカだっけ。ん？なんだっけ。プチトミカだっけ。で、猫ね。これ何の猫これ。全然わかんない。なんかでもガチャポンに入ってきて、なんか屋根の上でのんびりしてる系のやつだと思うんだけど。そしてね、あ、また出てきた、ワンドラ。ワンドラ。ワンドラこう見てて、こんな感じ。これちょっとね、後で落とさなきゃね。買った時にもね、落としてくださいって言われたんだけど。忘れてましたね。フルボトル。これ一応ね、デラックス版だと思いますよ。これ、ちょっと出てるからね。何フルボトルだ、これは。で、変身するってやつですね。面白い。いいんだよ、フルボトルってすぐ遊べるから俺好きなんだよね。ね、ブワーンつってね。これバルチャーだっけ。バルチャーはちょっと置き場所がないから。いや、この立てとこう。バルチャーでしょ。で、あ、こいつね。これ Amazon とかで買えるんだけど、トイプラネットにあったんで買いましたね。アマゾンで本当は買おうかなと思ってたんだけど、まあ、ちょっと恐竜はここの世界観とは違うけどね。うん。で、ちょ、救急車なんてね、ハイパーレスキューをね、この辺に行こう。ここの事故現場に救急車と消防車が向かってますね。となると警察が欲しいところだな。警察、ないかな、ポリス系は。こいつとか警察に入るのかな。なんかレスキューとかそういうんじゃなかったっけ、ポリスとか。
違うかな、ちょっと違うかもしれないな。あ、ペガ、ペガ、ペガスタステージのペガ、ジードの友達、あの事故現場を見に来た矢島役ですね。矢島といえばね、ここら辺バカボンとか矢島しそうだからね。これバカボンね。なんかこっちがバカボンだと思ってる人いるけど、これはバカボンのパパだからね、バカボンではない。あ、一緒にいた方がいいな。バカボンのパパはもうね、水に入っちゃってますけどね、川にね。そして、あ、動物系みんな置いとこう。ペリカンね、ここにペリカン置いとこう。ペリカン、なんでペリカンがあるんだろう。これココタマの子だよね、これね。なんで持ってんだろう、俺ココタマを。ココタマのプレイセットみたいなのは好きなんだけど、別にキャラクターはなんで持ってるのかよくわからないです。で、ね、あ、これちょっとガチャポンなんだけど、リアルなカエル。ちょっと気持ち悪いね、リアルなカエルの。リアルカエルガチャみたいなですね。で、トーマス系もちょっと走らせておこう。まあ、顔がついてる車ということでね、非常にね、デンジャラスですね。ね、この事故現場にハイパーレスキューも、そんなレスキューすることあるみたいなね。常に一応こういうね、ウルトラカ、クリスタル、ルーブクリスタルか。とかもここね、飾っておくというね。超邪魔なところにね。で、カメラには映らないっていうね。見えないよね。こんな感じにしておきましょう。おー、楽しくなってきたね。もうちょっと上のアングルから見る。まあ、いいか。いや、いいね。で、観光バスもこう来てね。こっちか。こんな感じで入ってきようみたいなね。これ ANA ね。これ俺がちっちゃい頃から持ってるやつ。あら、トミカじゃないな、これ。ウィリーだっけ。ウィリー、ウィリー。そんな感じのやつだよね。あ、動物系でね、これね。まあ、ぬいぐるみだけどね。これ、あの、トイストーリー3に出てきたやつで。なんだっけ、いいやつだと思ったら、実は悪いやつだけど、結局いいやつになったやつだっけ。でね、ウルトラマンジード、マグニフィセントですね。これは奥に置いとこうかな。よいしょ。あー、立たないかな。立ちが悪いな。こうしておこう。ジーよ。マグニフィセント。一応ね、動画的にね、あの、流走レッドとかも置いといた方が視聴率が上がるのではないか。視聴率っていうのかな、視聴回数か。よし、アイアンマンも並べておこう。これはね、ハズブロじゃな、ハズブロのやつなんだけどね、あ、トイビズじゃなくてね。あ、猫もう一体置いとこう。もう一体、もう一匹猫、まだいた。これさっきも、さっきって前の動画でも出したかな。ガッツアニマルの猫でしょ。猫と、猫がいっぱいいるところにネズミを置きます。はい。おお、すごい感じになってきた。ちょっとまたね、じっくり見ていこうか。まあね、まだね、こんだけ残ってはいるんだけど、こっち見ていきましょう。ジュ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 ン。ほら、猫が3匹いるのにネズミを配置したというね。ね、なんかレスキューがいっぱいいると思ったら、ここにもいるんだけど、プリウス。ちょっとワンドラン邪魔だ。ワンドラン怒ってるよ。もうプリウス運転してるやつ側はもう、老人が多いよっつって。ほら、ちょくし。してバルチャーといてね、こんな感じ。まあ、あんまりね、おもちゃでね、あの風刺画みたいなやるの好きじゃないんだけど、まあ、面白ければいいかなって。再生数がね、上がれば楽しいからね。ウェーイ。で、モスラの幼虫もいます。こっちが前半にやったやつか。で、キリンで、ここはね、ちょっと手が届きづらい場所なんでね、ヘドラーしかいないやつ。ヘドラーがいるからいないっていう説もありますけどね。こんな感じです。わーい。はい、ということでね、皆さんもね、ぜひね、こんな感じで、おもちゃで遊んでみてください。中古のおもちゃとかでも遊べますし、まあ、それに新品絡めて遊べばね、いろいろ楽しくやれると思います。そしてね、お片付けの動画とかをね、あの、僕のサブチャンネルのピカリンっていうね、チャンネルでやってたりするんで、よかったらそっちもご覧ください。そっちはおもちゃ専門チャンネルで、一応海外の人もね、楽しみやすいような感じにしたんだけど、まあ日本人の人も見ても、まあ楽しめるんじゃないかなと思います。はい、ということでご視聴ありがとうございました。よかったらね、評価ボタンお願いします。それではまた、バイバイ。